中学、うん、そう、中学校の時にバスケやってたんですけど、僕の父親は、僕が中学1年生の時に、天国に行っちゃいました。僕がギターを始めたのも中学2年生の時です。なので、僕がギターを弾いてる姿って見てもらえなかったんですよ。今思うとすごく見てもらいたかったなと思うんですけど、まあでも今は今で、どういうところからね見守ってくれてるのかなと思うんですけど、最後は、そんな僕の、大切な人に向けて、書いた歌、会いたくても会えない人に向けて書いた曲をお届けしたいと思います。皆さんにとっての何か会いたくても会えない人につながるものがあれば、すごくなんか今日ここで僕は歌を歌わせてもらってよかったなって思います。それでは、最後の曲です。メイ。
は叶わぬことだとそんなことはもう分かってる。それでも僕はどこかで会えるんじゃないかと思って歌って